10月17日セパ CS ファイナルまとめ。さあ、勝ったー。ベイスターズが勝ったおー。勝ったじゃん。横浜優勝、素晴らしい。あっさり2勝。じゃあ、負ける気せんわ。大貫がここまでやってくれるとは思わなかった。そこを菅野に勝てたとか信じられん。冗談みたいな負けだよ。そりゃ菅野もアメリカ行く言いますわ。涙で明日が見えない。消極的すぎる。明日は試合中止にしない。一息入れようぜ。打つ気ねえのかよ。応援する気も失せてきたな。これ監督どうしようもないわ。打線一斉に死にすぎ。ある程度判定やらないと面白くないからな。2週間何してたんだ。寝てた。明日勝てばいいねや。勝った場合、完勝だったな。大手法、余裕だね。理想的な野球だったな。素晴らしい。相手にチャンス与えないのはええ。大手って響きいいよね。ハム全然ホームラン打たにゃん。土曜日のチケット取ってるのに明日で決まってしまう。初回表やってる時はどうなることかと思ったが、ただただ美しい。ま、負け方、今年は終了かな。今日は負け想定だったけど昨日負けるとはね。はい、大手、お疲れ様でした。昨日と同じ、何も変わってない。実力の差がそのまま出た試合。またソフバンがみっしりで読み売りをボコるの見るだけになるのか。なおその読み売りは、まあこんなもんだろ。なんだかんだ言いつつ明日も見ちゃうんだよな。この後新庄ドラマが完成するとは、まだ誰も知らない。ご警察なのに勝ち、すごいな。ダブルプレイ5個で勝った記憶ないんだけど、森原無事でよかった。あと6登板よろしく。アドバンテージとは何だったのか。守備で勝ったな。こんな試合もできるのか。戦術オースティン、ファンもドン引きの強さ。すげえな。 CS4 連勝じゃん。巨人打線冷えすぎだろ。例のリリーフ陣がこんなにいいはずがない。タンス強いな。シーズンとは別のチームだわ。守備がカチカチだとここまで強いのか。結局誰使ってもっていう状況。お前らが使えと言った浅野と中山。坂本は守備は素晴らしいけど打てんね。とにかく人材がおらんな。誰かだけは一人気を吐くみたいなんもおらん。タイガースと変わらにゃん。野球つまらんの。吉川のいない読み売りって弱いんだな。とこう菅野よりで負けて、井上グリフィンで勝つ裏ローテや。浅野は明日から使えないわ。菅野で負けたのは痛い。打線が打てなすぎる。ジャイアンツが負けるとお父さんが暴れて家庭不安になるのに。スケジュールもクソすぎるけど情けない。これと横綱相撲。日ハムはヒットを打つけど得点しないんだな。ホームランは正義。明日って引き分け以上で日本シリーズ進出決定だっけ。そう、引き分けで OK。12回裏なし。土日に野球見れないのは寂しい。栄養、明日はつもりくん投げさせてください。これでハムは心折れたろ。ロッテでなくてよかったかもしれんね。相性悪い有原もイネロで勝ててよかった。これはでかい。ハムに後半戦連敗してたのが嘘だったかのような感傷やったな。山川、去年の今頃は今のジャンポケの斎藤レベルの社会から抹殺寸前レベルの扱いやったもんな。そりゃ必死になるわな。せめて一勝はしてくれ。中島さんの解説よかったよ。投手陣がこの手いたらくで打線もチャンスで誰も打てんのはしんどいな。打ててないわけじゃないのに繋がらんな。ヒット数ほぼ同じなのになんで5点差もついたんや。そりゃホームランよ。先発もそうだけど2点じゃ勝てないって勝てるわけないって。6月頃だっけ。バンクにコテンパンに3立て食らったあの頃の戦力差に似ている。打線好調期に当たれてれば打ち合いにはなったんだけどな。こればっかりはどうしようもない。追い込まれたけどまだファイナル終わったわけじゃないから応援しようぜ。これほんまにベイスターズなのか。日ハムの方がもうかなり厳しそうだから。日シリ行ったとしてまたホークスやん。ラスボスはホークスって決まってるから。けどまだグリフィンも井上も山崎もいるのか。向こうこっち先発おらんのに。やばい。 CS 楽しい。マジで CS 入ってからみんなすげえな。日曜日まで野球があるぞ。投手陣が全員揃ってたら最強じゃね。リアルに涙が出てきた。こいつら普段より強い。なぜか守備が CS になってカチカチ。投手陣と戸柱の貢献度半端ねえな。ご警察でも勝てるなら完全に勢いは我らにあり。昨日の朝は1勝くらいすればいいやって思ってました。8回の攻守備連発は笑った。別チームだよ。問題はこの先の裏ローテーションの先発か。阪神ファンだがお前らこのまま日本一になっちゃえよ。今季開幕前に戸柱と TA が10月に躍動してると予想してたやつ皆無だろ。大勢暇なんだけど。巨人の若手ってメンタル弱くない。普通に今日は打順采配に文句ないわ。まさか横浜相手にワンチャン CS 敗退あるんかこれ。どうしよう。選手が誰もいねえ。モンテスとヘルナンデスがいなかった序盤はこんな感じだった。2試合で1点じゃどうしようもないわ。中山も不発でもう打つ手がないわ。岡本の前にランナーたまらないんだから点取れるわけねえわ。ぶっちゃけ丸外すのはありだと思う。お前らの底力はこんなもんじゃないだろ。浅野はハーフスイングもそうだけど自分の感覚だけで野球やっちゃおしまいだわよ。阿部アドバンテージ3勝くれや。昨日4安打今日5安打。我が軍は成長してます。まあリーグ優勝した事実は変わらんし、昨日のスタメンが全て流れ悪くした。明日は小林に3番打たせたい。いいじゃん。少しは負けて試合数増やして金稼いだれや。明日から勝てば何の問題もあらへんわ。大会長いる。会長は全試合いそう。また無敗で日本一まで上り詰められるかも。孫さん明日来るかな。ホークスがあるで巨乳が一人おるな。改めてホークスの選手層の厚さを感じたな。普通に短期決戦柔軟に戦ってるな。名将国語や。明日勝ち試合ならどういう系統するか気になるな。山川ヒロインなんか久しぶりな気がする。山川はヒロインがつまらなすぎるのが欠点。山川塩対応。今年は今しねモードだ。ハムの連中は身長叩きすぎだろ。最下位から若いメンバーを育ててここまで来たのはすごいことだよ。今年のセーブは何年前かのハムだということをもう忘れてる。まあハムキラーダウンズまたスタメンで頼むわ。マジ選球眼神すぎる。松原守備使いあってよかったな。人知れず緊張感あったやろうし、選手的には連勝して一息つける方がいいでしょ。だから明日勝って日本シリーズに備えるぞ。明日シチブエース先やか。あ、決めような。頑張れホークス。これ完全にスラムダンクやろ。ファーストの熱狂はどこ行ったんや。水谷とタミヤはもう使わない方がいいな。少なくともこのソフバンとのシリーズでは無理だわ。投手力てか長打力でそもそも完敗してんだよ。加藤は中4日やしある程度しょうがないやろ。ファースト投げさせなかった伊藤もそうやけど、新庄は抜擢してメイクドラマ的な演出やりたかったんやろな。少しでも勝率高くじゃなくてドラマ考えてから采配してるよな。正直野球の神様逃げていっちゃった感あるわ。まあここで何を言っても負け犬の遠吠え。明日やな。あとは4連勝しかない。よしこれで一つも負けれなくなったな。ここからや。新庄剛志のふるさと納税。逆に水谷みたいなやつの爆発にかけるしかないと思うぜ。明日先やか。吉と出るか京と出るか。先やの勝ち運 vs 向こうの本気。6年ぶりの CS だしもっと気楽に見ようや。求めすぎだわ。悔しいよ。明日全力で応援や。それがこの時期まで野球楽しませてくれた恩返しや。よし明日は今年最後の観戦だと思って大声出しまくるで。最後までご視
聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。